ここは箕輪池ですね。カモですか？たくさんいますね。箕輪池。でもダムになってますね。ここが天場で、これがどうやら越流部のようですね。これなんだろう、箕輪ダムっていうのかな。ちょっと正式名称を調べたいと思います。はい、箕輪池、箕輪池ダムでいいかなと思いますね。形式はアースダムと呼ばれているものですね。から越流して、ここをこっから放流してるみたいですね。着工完成が1963年、用途灌漑用水、堤高16メートル、堤頂上120メートルということですね。この下降りてみましょうか。うん、こんな感じですね。草がいっぱい落ちてますけど、水はちゃんと流れるようになってます。微妙に水流れてますね。サラ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 。
い、下流側から見たダムですね。天場、ちょっと歩いてみます。本国の、それとも農国本、本国のかな、ちょっとよくわかんないですね。こっからは行き止まり。こっちは建物があります。上流側のダムですね。ブロックのようなもので、せき止めてるんですね、この表面を。なんだ、ゲートかな。これはゲートのバルブですかね。ですね。あ、これが小泉駅鉄流部ですね。